あれは、とうござす。おでこです。それでは今回なんですけども、自分銀行が総額1000万円山開始、全員がもらえるお得なキャンペーンということで、今回は自分銀行でキャンペーンが開始されていたので、サクッとお伝えしていこうと思います。 ということで、早速、こちらですね。自分銀行スマホデビット、合計1万円以上のショッピング利用で、総額1000万円山脇キャンペーンということですね。期間はすでに始まっていまして、9月の13日から9月の30日までの今月いっぱいとなっています。いや、まあ、これは自分銀行を使っている人からしたらいいキャンペーンですよね。まあ、多分、au ユーザーの方で au ウォレットがあるので、まあ、もしかしたら、自分銀行を使っている方も意外といらっしゃるのではないのかなと思います。 このキャンペーンに参加するための流れをお伝えすると、まずは専用ページでエントリーが必須となっています。そして今回はスマホデビットを使って合計1万円以上のお買い物をします。そしたら総額1000万円の山脇プレゼント。まあ、今回は全員2000円がもらえるということですね。まあ、やり方としたら結構シンプルです。 ま、今回のこのキャンペーンのポイントは、このスマホデビットですね。まあ、そもそもスマホデビットとは何ぞやということなんですけども、まあ、今出てる画像の通りです。まあ、簡単に言うと、自分銀行のアプリから発行できるカードレスタイプの JCB デビットとなります。なので、例えばこれでネットショッピングをしたりとか、あとは普段使う飲食店やお買い物するお店がクイックペイに対応していれば、スマホをかざすだけでも利用可能ということになっています。ちなみに支払ったら、直接自分銀行の口座から引き落としされるので、まあ、使いすぎも未然に 防げそうですねこのスマホデビットなんですが、Android はお店でのお支払いが可能となってるんですけども、iPhone はお店でのお支払いが不可となっていますので、ここはお気をつけください。この自分銀行スマホデビットの発行方法なんですけども、めちゃくちゃ簡単です。上の星マークで順番にお伝えしていこうと思うんですけども、まず自分銀行のアプリを開いたら、上の赤枠のお申し込みはこちらというところをタップします。 次にスマホデビットカードを懸命に記載するお名前を入力します。そしたらこれでスマホデビットの発行が完了ということなので、まあ、なので自分銀行アプリを既に入れてる方であればもう1分もかからずできます。まあ、今回のキャンペーンまとめると期間が9月の30日まで今月いっぱいでエントリーが必須となってます。そして、 1>, 1万円以上のお買い物をしたら上限2000円までもらえるということと、あとは特典付与なんですけども、今回その2000円がもらえる付与のタイミングなんですが、2019年の11月下旬ということで、これはあの普通預金口座に入金がされるということです。そして今回のキャンペーンの注意点としては2つですね。16歳未満はキャンペーン参加不可、そして電子マネープリペイドチャージは対象外となっています。 ま、そんなこんなで今回はちょっと駆け足だったんですけども、自分銀行が総額1000万円山脇キャンペーンについてお伝えしました。ま、これ自分銀行を使っている方の全員がもらえるので、ぜひ1万円以上のお買い物をする予定がある方などがいらっしゃいましたら、ぜひ今回のキャンペーンも利用してみるのもいいのではないでしょうか。今回ですね、紹介したキャンペーンのリンクも下の概要欄に貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。